茨城市販学校は1876年及び第二次世界大戦中の1943年に茨城県に設置された市販学校である。本校は茨城県市販学校、茨城県女子市販学校などの前身、または関係諸校を含めて記述する。小学市販学校、拡充市販学校小学市販学校、拡充市販学校級。 茨城市販学校茨城県人情市販学校茨城県市販学校茨城県女子、市販学校管理付き茨城市販学校跡前身の茨城県市販学校から引き継いだ、水戸市二の丸の校地を使用した。同校地は1945年8月の空襲で、壊滅し、第二次世界大戦後の事業再開時に、稲敷郡阿美町の海軍気象学校跡に移転した。 水戸への復帰は、経済上の問題から断念し、1947年2月には、さらに、土浦市大岩田町の海軍航空要員研究所跡に移転した。1948年10月には、女子部も土浦に移転し、男子部、女子部が統合された。更新の新生茨城大学教育学部発足時は、旧市販学校側と新教育学部側とで、 折り合いがつかず、旧市販学校は、土浦に残存し、教育学部土浦文校となった。1951年3月の茨城市販学校廃止により、土浦文校は廃止された。現在、水戸市三の丸の旧高知は、茨城県立水戸第三高等学校、茨城大学教育学部附属小学校、附属幼稚園の高知となっている。旧土浦高知は、 茨城県立土浦第三高等学校のコーチとなっている。前身の茨城県女子師範学校から引き継いだ、三戸市寺町のコーチを使用した。同校地は1945年8月の空襲で壊滅し、第二次世界大戦後の事業再開時には、中群勝田町大技、武田の日立兵器工場付属青年学校校舎を仮校舎として使用した。 1948年10月、女子部は男子部コーチに移転し、男子部、女子部が統合された。旧寺町コーチは現在、水戸市立語検小学校のコーチとなっている。ありがとうございます。